ピカスセルメイターは、MacOS 向けに英国ピカスセルメイターチーム、リミテッドが開発を行っている、ペイントソフトである。2007年に、MacOS 10V10.4 専用アプリケーションとして登場。MacOS のコアイメージをフルに活用し、GPU のプログラマブルシェーダを使って、画像のフィルタ処理を行うのが、最大の特徴。大容量のベレムを搭載した Mac では、 非常に高速に動作する。他にオパングル、オパンクル、イミジマジック、カイロ、スパークルといったオープンソースのテクノロジーをベースにしている。半透明のウィンドウとパレットのデザインをベースにした独特のユーザーインターフェースを備え、100種類以上のファイルフォーマットに対応。各種のブラシ、130種類以上のフィルタ処理、イメージのスライス、文字入力とラスタライズ、 レイヤーなどの機能を持ち、ペンタブレットの筆圧検知にも対応している。Adobe Photoshop Elements に相当する価格帯であるが、クリッピングマスクやレイヤーマスクなど上位版の Photoshop に相当する機能もある。カラーシンクには対応しているもののク m a c は未サポートで Web への画像出力に向いている。様々な面で MacOS に特化した仕様となっており、ア s i g h t や イメージキャプチャからの画像取り込み、スライドショー、e トとの連携、iCloud を使った各種ブラシスウォッチ、設定などのバックアップと同期機能を搭載。バージョン1.6で、スノーレオパードの64ビットにフル対応した。2011年10月リリースの2.0では、大幅に機能が増強され、ドロー、シェイプ、修復、コンテンツに応じた塗り、スマジー、覆焼き、 拡大鏡ツールを使ったピクセル単位の編集、コンテント、アウェアフィルなどの機能が搭載された。MacOS 10V10.5 に搭載されたオータメイターによる作業の自動化。MacOS 10V10.7 に搭載されたオートセーブなど最新の Mac の機能を積極的に搭載しており、古い OS のサポートは比較的早い時期に打ち切られる傾向にある。Windows など 他のプラットフォームへの移植予定はない。英語、日本語など6カ国語に対応。m a c ア p Store にてオンライン販売されている。後継版としてピカッセルメイタープロがリリースされたこともあって3.9より名称がピカッセルメイタークラシックへ変更された。ありがとうございます。